宮口古墳群は、新潟県上越市牧古宮口にある古墳群。国の史跡に指定され、出土品は、新潟県指定有形文化財に指定されている。本古墳群は、高田平野を流れる飯田川が形成した、戦場地上と隣接する尾根城に位置している。1929年に調査され、存在が知られるようになった。 1973年に3次にわたる発掘調査が行われ、古墳群全体の様子が明らかにされた。そして、この地方の古代の動向を知る上で重要であるとして、A 群と B 群の範囲が史跡に指定された。この古墳群の築造は、6世紀後半頃に造営が始まり、7世紀前半頃が最盛期であったと推定されている。古墳群は A、B、 C の三四軍に分かれ、宮口集落北方にある A 軍は十八基その東側尾根部にある B 軍は八基 A 軍より南に少し離れている C 軍は五基を有する。これらの古墳はすべて小型の円墳である。発掘調査された古墳十七基はすべて横穴式石室であり、それらの大部分が幅70から120センチメートルと細長く、 無袖形であるが、一部に、片袖型の石室もある。また、石積みは、河原石で小口積みにし、沿道は石積みによって閉塞している。副装品は、自家刀、トース、矢尻、バング、玉類が出土したほか、11号分からは、沿道大刀が出土。ありがとうございます。